どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回ご紹介するのはこちらでございます。グランドヒルズ南青山です。物件概要いきましょう。売り主は住友不動産、設計施工御用建設、倉庫数105個、18階建てです。東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線の表参道駅徒歩11分、東京メトロ日比谷線広尾駅徒歩14分です。アドレスは東京都港区南青山7丁目。2022年の2月上旬竣工予定です。こちらの動画撮影時点での購入者の入居に関しては2022年の7月下旬となっております。以前もっともっとさら地の時にですね、建設周辺調査をしまして歩いた動画アップをしているんですけども、先日ですね、首都高を走っていて竣工間近のこの外観がめちゃくちゃ素敵だったので再度取り上げることといたしました。こちらのグランドヒルズは住友不動産の最上位ブランドです。私自身グランドヒルズブランドは見学したこともなく、なんか語るなんてこと自体がおこがましいんですけども、そんな私が取り上げるっていうところで、まあ、良くも悪くもグランドヒルズらしくないという部分もですね、あるかなと。まあ、グランドヒルズに詳しい方ほどそう感じられるのではないかなと思います。立地が悪いだなんてことは全く持ってないんですけども、背中側とはいえ、首都高沿いです。さらには平均占有面積も70平米ほどで、41平米の 1LDK もあるくらいですので、グランドヒルズはもっとこう住宅街立地であったりとか、平均占有面積で100平米前後なんていうのはこう当たり前の世界なんですけども、首都高沿いかつ平均占有面積も低いということで、そういったところがですね、グランドヒルズらしくないかなっていうところはあります。ただ、首都高3号渋谷線沿いではあるんですけども、南側に位置しておりますので、抜け感と最高に期待できる住戸が多くなっております。南青山の住宅街立地ではないものの、首都高沿いだからこその背の高さとできておりますし、眺望最高がいいっていうところで、そこに価値を感じる方にとってはですね、非常に魅力な出物となります。駅地下ではないんですけども、マイカーやタクシー利用を主とする方からすればですね、首都高沿いというのはむしろプラス材料かなと思います。こちらが背中側の首都高沿いです。都営バスも走っております。あちらは渋谷駅へ向かうバスです。タクシーを拾うのもですね、容易でございます。こちらが背中側となります。エントランス前の部分ですね、しっかりと2層吹き抜けになっておりまして、照明計画と天然石の厚みがですね、特徴的です。ホールに関しても奥行きあるものとなっております。室内の設備仕様としてはディスポーザーございます。水回り天板天然石です。玄関電子錠、廊下洗面、トイレ床タイルです。全熱交換もあります。単価からすれば当然ですが、スペックは高めです。坪単価は住友不動産のため時価ではございますが、ざっくり735万円前後となっております。住戸ごとの価格はこちらの動画の概要欄に貼り付けておきます。室内の設備仕様で唯一気になったポイントとしては、1620サイズの浴室等々ですね、70平米ぐらいでも使ってくれているのはいいんですけども、日暮里加工ではありませんでした。間取りの特徴としてはエレベーターを分けておりまして、中住戸でも両面バルコニー住戸がございます。まあ外観デザインに関してはちゃんとグランドヒルズっていう感じですよね。めちゃくちゃかっこいいですよね。このエレベーターホールのところもですね、夜なんか素敵かなと思います。こちらは建築看板です。再度正面側に来ましたが、最上階のガラスウォールが住友不動産らしいですよね。これが遠くから見てもシンボルになるんですよね。こちらのマンション、外観で特徴的だなと思ったのが、パッと見逆張りっぽいんですね。逆張りっぽいぐらい重たさがあるんですけども、順張りなんですよね。なのでバルコニー手すり部分ですね、
下から持ってきてます。パッと見逆張りっぽいんですよね。逆張りだとするんであれば、ここの手すりの部分、特にですね、コンクリートが立ち上がってくるんですけども、手すりの下にですね、下の10個のコンクリが出ているように、こちらは順張りとなります。しかしかっこいい外観ですよね。首都高から見てめっちゃ惚れちゃいましたもん。もう一回行かなきゃっていうところで来た次第です。南側ですね、住宅街となっております。グランドヒルズに関してはですね、首都高沿いだからこその背の高さとできたというところです。管理費はですね、平米545円前後ということで、まあ重たいんですけども、内廊下はもちろん各階ゴミ置き場、コンシェルジュサービスはありです。今回駐車場が素晴らしいんですよね。こちらの西側のですね、雪道から入っていく形になるんですが、設置率約 56% で、平置き4台で残りは機械式にはなるんですけども、サイズが素晴らしいです。全長5300、全幅2050、全てハイルーフ対応の高さです。2100です。重量は2600、そして最低地上高90センチです。でフラットパレットでスポーツカーにも対応しております。そのあたりはもうさすがグランドヒルズって感じですよね。車好きの方にとってはたまらないですよ。もう電車っていう世界観ではないですもんね。まあ、タクシーだったりバスだったりとか、もちろん電車も便利でありますけども、駅までの近さが売りっていうわけではありませんので、マイカー派にとってはたまらんですね。首都高も出入り口もですね、近いですので、車での遠出も便利ですし、タクシーの方もサクサクっとですね、乗ることができます。当初よりは値上げしていますけども、住友不動産にしてはおとなしいかなと。まあ、もともとの価格設定が高かったっていうのもありますけども、まあ、竣工してから評価が高まるであろうぐらいかっこいいのは、さすがグランドヒルズだっていうところですね。立地や部屋の広さはグランドヒルズらしくないんですけども、それゆえですね、まあ、今の時代のグランドヒルズにしてはグロスが抑えられるっていうところと、まあ、この首都高ネックがあるからこその素敵な眺望、そして最高抜群というところで、会う方にとってはですね、なかなか買いが利かない物件ですので、この動画を見てですね、気になった方はぜひ検討されてみることをお勧めをいたします。最後ですね、エンディングの方でちょっと天気悪い日で大変申し訳なかったんですけども、ヒルズからですね、こちらのグランドヒルズを映した動画を流しておきます。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼をいたします。